朱鞠内キャンプ場に3時に着き、レンタルテントを、ほとんどやったことない我々で設営しました。車はこういうとこぬかるんでるんで四駆は最高です。もうテント張っただけで乾杯してますね。4人から6人用、音が大きいし荷物多いので大きいの借りました。朱鞠内湖、ものすごい山の中にありますね。来てよかったって感じです。ゴージャス、お気軽、北海道旅行。やっぱテント張ってくれませんでした。これから火を起こしてバーベキューの用意を始めます。あ、そうそう、椅子を買ってよかったです。堀さんのアドバイスで、キャンプ場では椅子が必要っていうことが本当わかりました。